初見実況プレイ24日目の木曜日を終えた時点の好感度表はこのようになっていて、カオルはもう好きの一歩手前にいる状況、そして25日目木曜日を迎えた時に何かしらの動きがあるんじゃないかなとピーマン予想してるんですけど、どうなるんでしょうかね。まあ始めていきましょうよ、絶対に何かあるはずだ。ほら来た、田町カオルのレベルが変化しました、好きになりましたね。目を閉じればすぐに浮かんでくる、近くて遠いあいつの顔が、うん、この胸に広がる気持ち、きっとこういうのを恋しいって言うんだ、ずっと見てきたんだもん、ずっと誰にも渡したくない、私だけを見てほしい、わがままな私のわがまま。思い返してみれば簡単だったな、あいつといるときに私は一番笑っていられた。ああ、なのにどうして、そんな毎日は音を立てて崩れ始めてる。足りないのは気持ちを整理する時間と勇気、問題は山積み、解決する鍵は私自身、いくら背中を突き飛ばされたって無理、これだけはじっくり時間をかけて考えなくちゃ。お母さんごめん。ねえ、こういう時はどうすればいい？お願いだから教えて。あらあらあら、この流れでね、サイちゃん、疎遠。いや、もともと疎遠や。そんな、出会いとかも知り合いとかそういうレベルじゃなかったんでね、疎遠な関係から疎遠になっただけっすよ。いや、でもなんで毎回風呂場なんだろうね、あれ。そこがちょっとわっけわからんけどね。コードが実行されました。一方、その頃、さっきのカオルのイベントかな。で、これから、こういうこと、こういうこと、こういうこと。好きになったことによってまた、次から次へと増える。例えば好きにもランクがあるから、これまたゴールにたどり着いてないんで、好きのまた上側に行ってもらわないと多分ゴールにたどり着けないんじゃないかな。だからまた星を目指してイベントを消化していく日々の始まりやね。で、プレイから25日目突入なんですけど、これがもしも12月のカレンダーだったら、今日は12月25日のクリスマスですよね。ただそういうわけじゃないんだよ。実際のカレンダーがどんな感じでどんな日々を過ごしてんのか、そこがわからないんでモヤモヤするけどね。行ってきまーす。また今日から新しい気持ちでプレイすることになる。いきなり強制イベント、ジュースをおごってもらう約束なんだけど、梅原はどこだ、なんでまた梅原なんだよ。まあ、ただカオルのイベントなんでね、出てくるでしょうね。好きになってからの初めてのイベントよ。この場所でカオルっていうと、あのキスシーンを思い出すね。ちょうどこの場所だったんで。またあんの？ん？ああ、元気？そう。何この感じ？カオル？ああ。見てないわよ。全然話聞いてないよね。すみません。あの流れだからってこと？なんでそこでからかってみるか。まあそういう間柄なんですよ。何しようとしてんだこれ。そうね。なんじゃそれ。なんか気まずい感じ。ねえ、座って話でもする？何よそのトーンは。なんで断ったんだよお前も。そうだよ、買おう。めっちゃ悲しそう。ごめんね、私今日あれだからさ。あれ？今日あれだから。急な告白。あれといえばあれか、あれしかないよな、あれだよな。
みんな一致するあれだよな、女の子があれって言えば。顔に出てるわよ。出るでしょ普通。単なる生理現象でしょ。いや、やっぱあれなんだ。そういうことにしといて。しときます。じゃあ返事は。でも、あ、逃げた。またね。またね。あ、そうだよね。まただよな。これからいくらでも絡むんだからな。てか、このことしか絡まないんだからな。ちょっと気にかかるけど、おせっかいすぎるのも迷惑だもんな。うん、今日のところはおとなしく引いて、僕は梅原を探すとするか。アレな日なんだから、あまりアレな日な女の子絡んじゃダメですよ。で、これが、ああ、会話イベント始め。まあ、次のイベントつながりましたね。じゃあ、会話イベントやっていこう。好感度上げていかないとね。ただ、メーター自体が今そこまでなかった感じじゃなかったか。今増やしてもあんま意味ないかな。うん。どうしたの？アレなヒナカオルにまた話しかけるというね。空気読めねえわ、こいつ。うん。全然平気よ。さっきとやってること言ってること全然ちゃうもんね。いいわよ。ちょうど暇してたところだから。なんかカオルのテンションも違うわ。なんかさっきの流れからのイベントって感じじゃないよね。いいのいいの。ほら何か話そう。現時点ではね、これ好きになったばかりですから何も溜まってないので、これをまた溜めていく作業ですよ。娯楽。あ、娯楽。もう一つも娯楽だったんだけどね。カオルの今一番欲しいものって何？そうね、愛じゃない、恋じゃない。コート。セーターもいいわね。あ、でもあの CD も買ってないし。え？ガチの欲しいものやないそれ。そうね。はあ、でも一番は決められないわ。え、いや、あのさ。ごめん、この問題はまた今度です。なんじゃそれ。いや、これまた娯楽のあれね、できる会話があったんで続きになるんじゃないかな。そんな真剣に考えることじゃないと思うんだけどな。いや、俺的には真剣に考えた上で、今一番欲しいのは彼氏かなみたいなね、ちょっと匂わせる感じの。それ期待してたんだけどね、全然違う方に行っちゃったよ。ほら、また娯楽が正解や。やってみよう。これでもさっきのターンとは違うからな。そういえば、あんたって好きな芸能人とかいたりするの？全く関係ないね、さっきとは。なるほどね。好きになる前に別の人が出てきちゃうとかでしょ。終わった。何これ。まあ、テンションはハイになりましたよ。で、なんだ、ちょっと待って、これはエッチじゃない、エッチじゃない、色的にエッチじゃない、これは間違いないよな。ちょっと待てよ、画面に映ってる色。いや違う、よく見たらオレンジだ。ということで食べ物でしょ。あ、違う、エッチだったんだ。うわ、もうちょっとね、これエッチと食べ物の色ってさ、結構結構分かりづらいよね。エッチで取ったんやね。失敗した。このタイミングでエッチな会話おかしいけどね。なんか微妙な話ね。エッチな話したかったんかい。30点ってところかな。30点。エッチな話は100点。しまった、ミスったわ。まあ今この後もね続くんで、まあ、今確実にこれね、会話を積み重ねてテンションを上げていかないと。そうそうそう、こうやってね。ガチめのなんか代用じゃないですか。ん？私なんか最初からよく分かってないわよ。卒業できんのかい、そんなんで。今更そんなの気にしたって仕方ないって。今更って、今だからだろ。それよりもさ、楽しく話してる時に物理の話なんてやめない？うわ、なんかちょっとテンション下げる系じゃないこれ。よくなかったな、会話の選択。景気のいい話題でよろしく。いや、お前学生の勉強の話ってめっちゃ大事やろ。テンション下がることはなかったけどね。これもまた娯楽が当たりか。多いね。まあ、カオルだからじゃないかな。こういうテレビとかなんかそういう話になるの。ああ、あのポップな曲でしょ。うん、私あの曲大好きでさ、 CD が出たら買おうと思ってるのよ。
あ、あんたも気になってたの？もしかしたら私たちって音楽の趣味が似てるのかもね。似てるのかもね。だからいいんじゃないそれで、ね、あれもうこんな時間になってる。なってる、なっちゃった。もうちょっとあんたと話したかったんだけどな。あ、これからね、もっとね、いっぱいにね、会話とおキスとそれ以外も積み重ねていくよ。そうよね。じゃあ続きはまたって感じで。またで。この後何もイベントないよな、多分カオルは。今なんか森島パイセンのね、なんかイベントもできんのよ。疎遠になったことによって発生してるイベントがね。だからまあカオルのイベントでできそうになかったら、そういう部分もちょっとやっていこうかなって考えてます。あ、でも、あ、いやいやいや、次、え、何これ、桜井里穂子のイベントですよ。桜井里穂子に関しても疎遠になってるんでね、初の疎遠イベントがこれやわ。だから里穂子のイベントやっていきましょう。なんだろうねこれ、普通なイベントじゃない？てか疎遠になったリホコとどんな会話するの？それこそ会話がないんじゃないかな。まずよ、ちょっと怖いねこれね。疎遠だよ、だいぶ遠い存在だから。最近桜井さんと一緒じゃないんだな。なんかもう会話の入り口からなんかこんな感じやわ。一緒じゃないんだな、もうカオルとばっかおるからな。え、そうかな。一緒にいる印象が強かったのか。遠くなっちゃってるってことだよね。絡みも一切ないし。いや、ちょっと前のことだけど、男子に言い寄られてるのを見たんだ。え？男子に言い寄られてるのを見たんだ。リホコにね、めっちゃ動揺してる。よ、よ、俺もやでこれ。ちょっと待てよ。ってことはその男子とのなんかあれを見ることになるんじゃないのこれから。 いいんじゃないかな、なんか見たくないわ。まあお前がそう思ってるから俺が気に入ることでもないね。いや、これだから疎遠になるとそういうことじゃないのかな。気になったから聞いてみただけだ。やっぱり遠い存在になって、だからこそヒロインは別の男とってこと。リホコに言い寄ってるお男子か。なんだろうこの複雑な気持ち。そう、このモヤモヤしてドロドロするこの複雑な気持ち。なんでお前喜んどんねんって思ってるかもしれへんけど、全然喜んでないからね。いや、嫌なんですよこういうのがね。これからなんかそういうシーンを見ることになるんでしょうか。これやることによって次のイベント発生するんですよこれ。ほら、新しい行動が発生しました。で、だいぶ先にプレイすることになるイベントやね。ちょっと待ってよ、これからやっぱ疎遠になったそれぞれのなんかイベントを見ることになるのかな。まあ、これもだからね、見る余裕があったら見ようと思うわ。カオルのね、放課後イベントやりましょう。しまった、プリントの提出を忘れてた。居残りしてでも終わらせないとって、なんか一見カオル関係なさそうなイベントやけどね。行きましょう。あ、でもこれイベントやることによってなんか、あ、しまった、これイベントやることによってなんかちょっと消えるものもあったな。ちゃんと見ておけばよかった。これやらん方がええんちゃうか。まあ、やってしまったもん仕方ないけどね。これまた星の方に向かってね、あの光の方に向かってプレイしていかないとダメなんだけど、これちょっと遠いもんな。ねえ、ちょっといいかな。あ、来た、アレな日なのに。いいの？都合が悪い？いや、そっちの都合はどうなの、アレな日なのに。分かった。てんてんてん、お、終わったぞ。はい、お疲れ。あ、待って、そしたら提出した後に花壇に来てくれる？花壇に、意味深な場所。それじゃあよろしく。相変わらずちょっとテンションも低めやしね。ああ、うん、ちょっとね、教室で話すにはあんまりいい話じゃないから。あんまり教室で話せない話はここも良くないんじゃない。でね、まあいろいろあったんだけど、ここのところさ、私少し変だったでしょ。でしょ、ほんと困ってたのよね。次から次へと問題が積まれていくのよ。やっと一個ケリをつけたと思ったら
はい次どうぞって感じ。やってらんないわよ。何があったんだろう。みちゃん動揺しとるね。本当はもう少し頑張るつもりだったけど、もう耐えられないわ。聞いてくれる？これは重要そうですね。それでいい。だから話せるの。こないだの話、バイト帰りにお母さんを見かけたのよ。知らない男と一緒だった。うちでは見せたことない顔しちゃってさ。頭くるじゃない？私は私で働いてお母さんの負担にならないように必死なのに、結局それが元で大喧嘩よ。その挙句に出てきた言葉が再婚を考えてるよ。冗談じゃないわよ。本当やめてよね。私一度だって掃除も洗濯も手を抜いたことないのよ。たまにはご飯だって用意してる。これからだってそうよ。絶対にいい加減にやらない。そうやって二人でもやっていけるって証明してきたの。なのにどうして今になって。私は新しい父親なんていらない。あんたにしかできなくて。じゃあ私行くね。ごめん、あんたにも見られたくない顔あるから。こういう時ってどうしたらいいんだろう。わかりません。追いかけるべきなのか、それとも。でもこれはカオルが自分で解決しなきゃいけないことだし。わお、ここで究極の選択。カオルを追いかけない、先に追いかけないなのか。で追いかける。さあどうする。めちゃくちゃ深刻的な話です。そう、この子はね、過去もこういう感じだったんだよね。で最近なんかお父さんが亡くなったみたいなイベントもありましたよね。その流れからのこれだからこそ、まあ、より深刻性を増していって、すごいドロドロしてるというね。それを俺が顔を出していいのか、変に突っ込んでいいのか、な、良くないような気がする。でもこのまま放っておけない。あんな顔している女の子を見たくない、見せれない顔があるとは言ってたけどね、カオルは。でもこれはある意味 SOS を出してると思うんだよね。女の子って本音で言わないから、いつだって建て前でもう察してくれみたいな感じじゃないっすか。そんな知らへんけど。俺の一般的な女の子とはそんな感じですよ。本音を包み隠すので、その本音に男から迫っていかないことには何にもならないと思うので、ここは追いかける。でもだからって放っておけないか。よし、カオルを追いかけよう。待てる、ちょ待てよって。あ、教室。え、ないか。どうやら一足違いだったみたいだな。え、追いかけた結果出会えないの？そんなバカな。いや、そうだよね。まだ。まだだよ。諦めるな。そんな半端な覚悟で俺はあれを選択したわけじゃねえ。絶対に見つけ出せよ、お前。諦めんじゃねえぞ。あれ、夜になった。ダメか、どこにもいないや。バイト先に行けや、なんならもう。
それでいいけどで片付けんなよ、お前。まだ終わりじゃねえぞ。あ、そういえば。あと一つ、あいつの行きそうな場所を僕は知ってるじゃないか。行け、そこに向かえ。ここだ。いた、カオルだ。いましたね。ああ、来ちゃったんだ。ああ、こんなことなら教えるんじゃなかったな。私が一人になれるところがなくなっちゃった。まあね。ねえ、さっきはごめんね。話中途半端で。でも私にとっての切り札は取っておかないとって思ってさ、冷静に話してるつもりだったのにな。つい溢れちゃった。そんなのダメ。私は強くならなくちゃいけない。やめて。ダメだよ、ルール違反。私のお父さんは一人なのに。ありがとう。でも、私は言葉なかった。一応良かったんですよね、あのメーターが増えたってことは。コードが実行されました。あ、そっちが消えるんだ。で、新たに増える。そっち消えちゃうか。あーあーってことは良くなかったのかしらね。あの1日が終わりましたけど、あれ、デッキに進行しましたね。なんかもう1日やり直した方がいいけ、これもしかして。なんか間違ったような気がする、最後のあの一言。ちょっとミヤ黙れ。一回お前黙れ。私はな言葉くなかった。まあ何を言ってるのか正直わからへんけど、なんだろうな、聞きたくなかったってことですよね。そんな言葉聞きたくなかったってこと。やっぱり見せたくなかった部分だったんでしょうね。一人で解決したかった。そんなところに空気を読まずに俺が来たから、最後にちょっと本音が出ちゃった系じゃない？
どうするこれ。どうする。女の子と仲良くなった？なんかすごい遠のいた感じがする。いろんなことね。うん。疎遠になったリホコともそうですけど、カオルとも。いやでも確かにこんな感じで終わったんで、まあ、今朝に戻るとかいうこねできるのでもう一回やり直すことできるけど、あんなことがあった後にやり直してあれなかったことにするなんてことしちゃダメでしょ。まあ、初見実況プレイはそういうやり直しなどはする予定はないので、まあ、若干間違えたかのように思えますけど、まあ、一つ進展があったのも事実です。進展なのか後退なのかどっちなのか別にしてね、とりあえず25日目の木曜日はいろんなことがありましたが、これにて終了です。